Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealthAll exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy.この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power?You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome, welcome, welcome. Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 今日のこのエピソードもボーナスエピソード Gift of Giving Day 7 and 8. Day 7はライブしたんですけれども、なぜか知らないけどシェアができなくて、もう一回 Day 8の日に7と8ね、まあちょうどトピック的には同じ感じで、で It's actually, it was perfect.ちょうど7 の, そのトピックがあるからこそ8のトピックがの説明というかレッスンがすごくこう膨らんだので、 It was just meant to be。 今日は皆さんに一つお願いがあります。でこれは無理やりお願いしてるんじゃなくて、本当にやりたいなって思った人だけで全然構わないんですけれども、私のこのポッドキャストを今までね聞いてくれてる人で、もしもこのポッドキャストで何かこうハートが温まるだったりだとか、勇気が出るだったりだとか、何かこうコネクトすることがあるとか、何か気持ちが動く人だけでいいので、ぜひこのポッドキャストのレビュー感想もね、ぜひぜひ残してほしいなっていうふうに思います。ちょっと Spotify で感想を残すのやり方は実は知らないんですね、私が Apple ユーザーなので。なので、まあ、Apple ユーザーの方で、iPhone からポッドキャストを聞いてる方、またはタブレット、iPad、iPad からポッドキャストを聞いてる方などなど、レビューをね残す方法っていうのがあって、それがポッドキャストの Apple Podcast の、アプリで私のポッドキャストがあって、そこをずっと下に行くと星があります。星が出てきて、でそこに、5つのね星があって、でまあもちろんね自分の本当に、嘘ついてこの5つ星をくれなくて全然よくって、でも If you feel that this podcast deserves a 5 star that would be amazing。 で星のレビューとそこに感想を残していただけたら、もう本当に本当に本当に感謝です。でやっぱりこのポッドキャストもインスタグラムとかのアルゴリズムみたいでにと同じで、やっぱりこうレビューがつけばつくほど他の人にももっとリーチするっていうところがあるんですね。で私普段あまりお願いはしないんですけれども、ぜひぜひレビューをね残していただきたいなっていうふうに思います。 So that is my one ask。そして one share。 でもう一つ今日はシェアしたいことがあって、それは何かというと、先日、私のビッグシスターズの、まあ、この方はプライベートでねプライベートセッションをやっている方なんですけれども、E さんから、コメントをいただきました。エミさんおはようございます、今日はお礼のメッセージですっていうところから始まったんですけども、まあ、彼女は、私とのプライベートのハイレベルメンターシップを受けていて、で
彼女の中でもお遊びのレベルはもうやめたいっていうふうにすごく思ってて、そこも彼女の中で分かっていて、でもそこでどうしたらいいのか、やっぱり不安とか恐怖があるわけですよね。でもここから値段を上げたらどうしようとか、ここから本当に教えたいことを教えたらお客さんがいなくなっちゃうかとか、すごく彼女も不安でした。でそこから私がガイドしていって、でそこからね、すぐにね、じゃあ何をするっていうところじゃなくて、もう本当にディープなところからこう一緒に、もうディープなボトムなところまで 彼女とは行って、でお互いにこうサポートしながら、そこから彼女がじゃあこれをやるって決めて、でそこでオファーをして、で彼女から5人の方がね、イエスくれましたっていうふうに書いてくれて、もう自分がお遊びのレベルではなくビジネスのスタートに立てたんだっていうふうに思います、すごく嬉しい気持ちですっていうふうに書いてあって、でまあ彼女が言ってるのが、私のところに入らなければお遊びの価格で次のオファーもしてたと思うっていうふうに言っていて、で彼女にね、一番初めに言ったのは、あなたの値段の付け方、これはもう変えた方がいいって、もう運倍 運倍、ちょっとその数字は言わないけれども、は絶対に、価格を変えるべきだっていうふうなことを言った時に、彼女はまずは「いやいやいや、そんなの絶対無理でしょ」って思ったってね、まあ、ここに書いてあるんですよね。でもまさかそれがその3ヶ月でその価格っていうのをオファーして、で彼女にとってはね、やっぱりこのメンターシップでこの自分に投資をするっていうのがすごく大きな金額だったけれども、でも彼女は3ヶ月で、そう、3ヶ月で大金を払って、それが元に入ると決めて入って、で元にその大金が戻るっていうのも自分、彼女が決めて決断して入ってきて、でそれがもう今ではその金額をもう上回る額を稼げるようになったっていうふうにね、メッセージをくれました。 I am so happy、 もう本当に嬉しいです。で彼女はそのメンターシップ私のところに来たからこういうふうな結果が出たんじゃなくて、 She did the work、 彼女はもうワークするんですよ。で彼女にたくさんのね、課題をあげるんですけども、絶対に責任を持ってワークをしてもらって、でそこから彼女が自分で答えを出して帰ってきます。なので本当にそういうもうステージでね、の私がもう一つ一つ手を握ってガイドするとかではなくて、教えてあげるとかではなくて、私がガイドして、そこで自分で自分の答えを出していけるようなガイドですね。そう、そこができるステージの人ってたくさんいるんだろうなと思う。でもどうしてもそのなんかもっとこう自分のその皆さんのその目指すステージレベルよりも低いところにどうしても戻ってしまう人がいるけれども、 No, if you want to go to the next stage, make the next move。 で私のやっているディープなハイレベルのメンターシップ、今あと残り4席残っています。 I'm gonna tell you, this is gonna change your life, your business, your life, it's gonna change the game。 なのでもしも自分で責任を持って、で自分のソウルレベルのトランスフォーメーションをしたい人、 Let's work together。 Alright, Here is the day 7 and 8 lesson. Enjoy! Hello, hello, beautiful souls! Today is the gift of giving day 8. で、昨日デイ7やったんですけれども、なぜか知らないけど、ライブはできて、でもその後のライブからシェアを投稿シェアしたかったんだけども、なぜかできなかったんですよね。だからライブ昨日の残ってないので、デイ7とデイ8を両方やります。で、actually it's perfect。で、昨日のお話ししたところから今日のところにこうストーリーがね、ビルドアップする、そのストーリーがうまくフローするので、Yeah, this, I think it was meant to be this way、ね。絶対もう本当にこれが起こるべきことだったのかなっていうふうに思います。Okay, let's get started。でね、この私がやっている、ライブでやっているものは全て私のポッドキャストでもリリースしているので、もしもインスタグラム、私あんまりインスタグラムでライブとか見るの好きじゃないんですね。なぜかというと、いろんなディストラクションが起こってるから。なので、もう一回何回も何回もリピートしてみたいなっていうふうに思ったら、ぜひ私のポッドキャスト、Deep Within Podcast。
多分ディープボディンってやると多分他にもポッドキャストのタイトルがあると思うので、逆にエミコ・ラスムセンって検索した方が早いかもしれないです。 OK、 ではでは早速始めたいと思います。で今日はビジネスの3つのビジネスのエネルギーっていうところをお話ししたいんですけれども、3つビジネスをやってる人の中で3つのタイプ、3種類のタイプがあります。1つ目のタイプっていうのが Hard Masculine、 マスキュリンエナジー555でビジネスをやってる方、okay? で2番目が Hard Feminine、 I am just gonna wait and see how it goes、 もう何もやらない、もうほぼ何もやらない、 I'm having good morning, welcome, welcome、 もうほぼ何もしない状態で、もう I'm here to receive、 もう receiving の受け取るだけで、もう Feminine エナジーとして特にそこまで行動っていうところになかなか至らない人。 Number three で最後が Harmony of both、 でフェミニンとマスキュンっていうのをうまくこう調和してビジネスをやってる人なんですね。で私はビジネスを始めた時はマスキュリンエナジーオンリーでした。てかフェミニンエナジーっていうその女性性っていうの全く知りませんでした。 okay, だからもう全ては555、全てはカルキュレーテッド、カルキュレーション、計算してるんですね。この結果を出すためにこう、このだから私の昔のビジネスのねプログラム取ってた人なら多分知ってると思うんですけども、計算するんですよね。あのコンバージョンレイトっていうのがあって、お客様どれだけ集まってそこから何パーセントかお客様になるっていうところとか、もう計算したり、本当に何人のお客様をウェルカムするために何人の人を集めなきゃいけないとか、ものすごいカルキュレーテッドしてたんですね。でそれが昨日のそのデイセブンのところでお話ししたビジネスマシーンっていうところなんですね。で私はだから本当に一番初めのビジネスっていうのはビジネスマシーンを作ったようなものなんですよ。でまさにそのビジネスマシーンで一個そのマシーンを作っておけば、それをもう回せばそれが売れるみたいな、本当にそういう感じで私は学んできて、でもじゃあ実際にそれをそういうふうに言ってたかっていうと、そうは言ってないけれども、エネルギーとしてはそういうエネルギーで私はやっていたんですね。ででも今の私はそのマシーンというよりかは、私はビジネスアーティストとしてビジネスをクリエイトしています。皆さんはどうでしょう、自分がビジネスって考えた時に私はマシーンみたいになっているのか、それともアーティストみたいになっているのか、okay? でアーティスト、マシーンってやっぱりそのね、AI とかビジネス、マシーンってどれだけこう、計算されて完璧に、こう、綺麗なものを出すっていうね、ところがあるんだけども、AI とか機械がクリエイトできないものっていうのは、人間味です。人間、私たちから出るエネルギーっていうのは、AI とか機械っていうのは絶対にクリエイトすることができません。で、お客様が、こう、つながる理由っていうのは、どれだけ完璧で、どれだけこの、計算されたもの、があるからこそつながるのかとか、どれだけ計算されたものがあるから信用するとかじゃなくて、 It's hard to heart、right? だから数でつながるんじゃなくてハートでつながる、これは私の言葉じゃなくて私のベストセスターの和江さんがおっしゃってた言葉なんだけども、数でつながるんじゃなくてハートでつながる、right? すごくここって大切だと思うんですね。でだからそのハートでつながるっていうことは、私たち自身もビジネスをマシーンとして、マシンになるのではなくて、マシンっていうのはね、ロボットだとか機械っていう意味なんだけども、そこになるんじゃなくて、I want you to be an artist. アーティストになってほしいんですね、皆さん。で、アーティストって言うと、やっぱこう、なんか絵を描く人とか、歌を歌うとかね、いろいろあると思うんですけども、その、なんていうのかな、この社会の定義のアーティストっていうんじゃなくて、まあ、それでもいいんだけど、例えばね、アーティスト、私は昔バレエやってました。絵とかはそんなに好きじゃないんだけども、描くのは好きじゃないんだけど、得意じゃないし。でも私はずっとダンスやってたので、体で表現するっていうことはすごく好きで、特にバレエ大好きだったんですね。で、なぜ皆さんにアーティストエネルギーっていうところを意識してほしいかっていうと、やっぱアーティストのエネルギーっていうのは、フェミニンのエネルギーからリードしてるんですよ。It's the creative, it's the flow, right? It's the emotion, like feeling. その感情を感じて、それをそのままこう表現するっていうところなんですね。で、フェミニンでリードしています。だからそれがアーティストとしてマスキュリンエナジー、男性性でリードするとどういうことが起こるか。この場所で、この45度の角度で、ポーズを取って、なんとかしてとかじゃなくて、right? It's the flow, right? 私はでも昔、言われたんですよね、バレエの先生に、あなたの踊り方はなんか折り紙で折ったような踊り方だっていう風に言われて、だからそれもなんか、はい、じゃあこれはこうして、はい、次はこうして、はい、はい、はいって、なんかそういうような
踊り方、私は昔はしてたんですよね。もう頭でいっぱい考えてるから。でもそこからやっぱり体でリードする、頭で考えて動くじゃなくて、体がリードする、ハートがリードするっていうようなダンサーの人ってやっぱり動きが違うっていうのを感じますよね。で、その人たちの踊り方っていうのも、なんかどれだけ先生とかその振り付けのコレオグラファーの人に教えてもらったものをどれだけ完璧に踊るかじゃなくて、どれだけその動きなんだけど、それをこう感情を出して踊るか。だからこれは私のビッシスターズのね、愛ちゃん、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないけども、彼女が今本当にアメリカですごくムーブメントを引き起こしているのが、モメントっていうもので、もしもモメントのこと知ってる人いたらコメントで、リプレイ見てる人もね、教えてほしいんですけども、愛ちゃんも言ってるように、モメットもそうなんですよね。どれだけ完璧な動きをするかじゃなくて、どれだけその感情で体がリードして、そこに動くかっていうところであって、で、アーティスト、ビジネスをアーティストとして、クリエイトとして見える人っていうのは、何を恐れないか。そのプロセスを恐れないんですね。Why? Okay, so, だからまたアーティストに戻ります。Oh, hello, good morning. またアーティストのところに戻るけれども、アーティストってプロセス、絵の始めっていうのは何にもない状態ですよね。真っ白の状態、キャンバスもない、何もない状態。で、その人がどれだけ失敗せずに、どれだけ汚いメッシーっていうのは散らかったっていう意味で、散らかったプロセスじゃなくて、どれだけお料理もそうだと思うけども、どれだけ汚さないように、これ私です どれだけ汚さないように、どれだけ地面にペイントを落とさないように、綺麗にペイントができて、どれだけ完璧なものが生まれるかではないですよね。アーティストのプロセスって、みんな、It's messy! もう紙も破ったり、こうじゃない、こうじゃない、もう消しては、もう一回やり直しては、ペイントが垂れて洋服について、またはバレエなんてもっとですよ。バレエやってる人だったらわかると思うけども、So painful! トーシューズ。トーシューズやる人だったらわかると思うけど、めっちゃ痛いんですよ、あれ。もう、上の部分ではもう、ものすごい、こう、グレイスフォーな動きをしているのに、それにもかかわらず、下のところはもう、痛いみたいな。もう、豆ができて、それでその豆が破れて血が出る。もう、本当に想像するだけで。で、そこでその夜にお風呂に入って、濡れないように、こう足をね、日本にいた時だから湯船で濡れないように足を上げて入ってんだけど、そこでつるんって滑って足がバーンって入っちゃって、もう染みるみたいな、そういうような私はライフを生きていたんですけども、何が言いたいかというと、ポイントは、painful なプロセスだし、目の前にちゃんとしたお手本がないというか、正解はないわけなんですよね。正解はない。アートっていうとか、正解がないからこそ、どれだけ自分をトラストして、そのプロセスに進んでいけるかであるし、メッシーで失敗して、なんかもう、自信をと、もう、なんかもう自信がなくなる時もあるし、but that's the process of being an artist, right? アーティストの人たちはそのプロセスをする。で、私はビジネスもそこだと思うんですよ。どれだけ完璧を目指すかとか、どれだけ計算してカーキュレーリングされたもので、どれだけ間違いなく失敗しない道を行くかじゃなくて、そのプロセスのクリエイティブな道を歩けば歩くほど、内側のセーフティー、内側の部分で安心する安全安堵感とか、そういうのがこうクリエイもっともっともっとその道があるからこそ、私たちって安心して、あ、大丈夫、これでも大丈夫、大丈夫っていうふうに多分思うと思うんですよ。で、そのプロセスの中でね、そのじゃあプロセスを全部見せるかって言ったら、そのプロセスの中には、それは自分のジャーナルだけで撮っておくっていうプロセスもあると思うんですね。だから全部を全部、こう、SNS とかで見せる必要はないと思うんですね。で、しかもそれもどれを見せるかっていうのはわかるはず。だってバレエとかで、上はとっても綺麗に踊れてるのに、トーシューズが透明のトーシューズで、血まめの指先見たくないですよね。皆さん見たくないですよね。同じ。So you know when to show, when not to show. いつそれを見せるか、または一生見せない時もあります。Right? そう、だからそれをしっかりと理解しておくことって大切なんですね。なので、昨日のレッスンっていうのは本当に今私が言ったところが、まさにそうで、こう、傷つくし、失敗するし、そんな感情とかを経験するけども、それがその豊かな学びとなって、その人のハートを通して、周りの人と分かち合えることができるんだよっていう話が、ね、昨日のデイ7だったんだけども、そこで今日のそのデイ8のさっき言ったね、そのエネルギーっていうところにつなげると、オーマイガッシュ、そういえば、和江さん、今見てくれてるのかな？ちょっとさっき和江さんのお話ししたんだけども、和江さんが言ったことがね、数で人とコネクトするんじゃなくて、ハートとハートで人をコネクトするっていうね、和江さんの名言をさっきシェアしました。Anyways.
で、ね、だからアーティストとして、ビジネスアーティストとして意識してほしいエネルギーっていうのは、It's the feminine energy。でも、フェミニンオンリー、ね、その女性性オンリーっていうのも、フローだけであって、それが進まないわけなんですね。形っていうものがないから、しっかりとそこをキャッチするマスキリンのエネルギーも必要だな、必要なんですよ。で、それがだから、もしかしたらプランニングっていうところになるかもしれない。もしかしたらそれがシステムっていうところになるかもしれない。いろいろあると思うんだけれども、だからその一つだけ、マスキリンで555だけ、フェミニンで555だけじゃなくて、そのハーモニーが大切であって、で、今ね、この SNS とかで、そのやっぱ自己啓発とか、スピリチュアルワールドにいる人たちだったら、この言葉聞いたことあると思います。引き寄せの法則。もうなんか、ほぼバズワードですよね。Law of Attraction。で、これって、もう超基本の基本なんだけれども、私たちが欲しいと思うことは絶対にアトラクトしません。勘違いしますよね。願望実現だから、OK、じゃあたくさん願望を持っていけば、で、それをお願いします、お願いしますってやってれば叶うんだっていうふうに、I hope 勘違い、もう今の時点でもう勘違いしてる人はもしかしたらいないかもしれないけど、もし勘違いしてる人がいたら、We don't attract what we want, OK? エミさんから学んだことたくさん。Thank you. いや、そうじゃなくて、私たちがアトラクトするものは引きつけるもの、私、引き寄せるって言葉はあんま好きじゃなくて、引きつけるものっていうのは、We attract who we are, not what we want. Want 欲しい欲しい欲しいって言ってても、結局欲しいっていうことは、ないっていうところに目をつけてるからこそ欲しいっていうふうになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、自分のあり方なんですよね。結局だから、そのあり方っていうところに戻ってくるんだけれども、だから、フェミニンオンリーっていうところだけでも、ビジネスっていうのを私はワークしないと思っていて、で、マスキリンオンリーっていうのもワークしないと思うんですね。だから、その上手なハーモニーっていうところ、自分そのハーモニーっていうのはいろいろあると思っていて、だから例えば、その、フェミニンオンリーだけで、Okay, so I'm going to meditate, I'm going to do journal, I'm going to do, かずえさんだったら、breath work, right? ブレスワークをして、That's it. で、その後に今度何が起こるかっていうと、一瞬だからいいとこに行くんですよね。いい状態に行きました。This is amazing! Life is beautiful! I'm living now! 今の状態を生きている。で、What's gonna happen next? で、その後に携帯見て、インスタグラム見て、Oh my gosh! Oh my gosh! あ、もう彼女が何かやってる。Oh my gosh! Oh, she's making a lot of money! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Right? Scrolling. インスタグラムスクロールして、で、一気にその、なんかもういい状態になったらできる。ってなってしまう。でもそれが That's who you are being, right? だから、フェミニンオンリーだけじゃ本当に良くなく、全然良くなくて、そういう時こそマスキリンで、OK, so, これを私のやり方だから、これは一人一人で多分皆さん違うと思うんだけども、例えば私だったらメディテーションしてジャーナルした後とかはもう絶対に、It's a discipline. それはもう自分の中のなんか、discipline って日本語で何て言うんだろう。discipline. 自分と自分とのお約束なんですよね。携帯は何時までタッチしない。携帯は何時までタッチしない。とか、あと、例えば寝る前とかにも、ブレスワークをしたりとか、サウンドヒーリングの音楽を聞いたりとかして、で、あ、ちょっとだけ携帯でインスタグラム見ようって言って、それでまたインスタグラム見まくって、それでか私だったら可愛い犬、寝る前私見ないけども、可愛い犬とか、でもワンコちゃんの見てもそれで終わってしまうみたいな。No! Right? そこがだから自分と自分とのお約束であって、そこはマスキュリンエナジーだと思うんですよ。Okay? フェミニンなところでそういう receiving creative のものをキャッチして、そこからどれだけしつけ、あ、そういうことかな。そうです。いや、自分でね、しっかりとそのお約束を守るんですね。しつけ、自分をしつけする。で、それは、it's a masculine energy. It's a doing energy. Okay? だから、フェミニンオンリーのエネルギーだけもできないし、マスキリンオンリーだけのエネルギーも良くないから、その自分のそのハーモニー、調和、ピース、バランスっていうのを意識することがめちゃめちゃ大切なんですね。Okay? で、私は、ストラテジーとかっていうのをたくさんやってきて、It all works. で、私は全然、だから、ストラテジーが間違ってるとは言わないし、It works. なんだけれども、だから、誰かの戦略でやるのっていうのも全然、それもありなんだけれども、私はこれメンターから言われた言葉で、ストラテジー only works when you are activated. ストラテジー only works when you are activated. この言葉、
がメンターが言った時に、Oh my gosh! 私は他の言い方ができない。この言い方は、この言い方しか私には説明できないってめっちゃ思ったんですけども、要するに何が言いたいかっていうと、いろんなね、誰かこう、自分のな、皆さんのその尊敬してる人とか、すごいインスパイアされる人とかが、何かお話ししてる時に、こういうのをやるよとか、こういうのをやるよとかって、で、being の状態が大切なんだよとか、ね、本当に、who you are becoming とか、そういうのが大切なんだよって言って、OK、じゃあそれをするためのストラテジーっていうのも一応話しますよね。まあ、朝するときはこういうことをしますよとかって、多分なんかそのルーティーンとか習慣とかっていうのをシェアしてくれると思うんだけども、そういうストラテジー、doing っていうのは自分が結局アクティベートされていなきゃいけないんですね。だからそれをするために、それがフェミニンエネルギーの部分なんですよ。わかります？ It's always だからもうフェミニン、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 オンリー、マスキン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 、オンリーじゃなくて、it's like it's a harmony。だからそのフェミニンの状態で自分がリシービングをして受け取って、そこで自分がアクティベートされるんですよね。自分のアクティブ、私の中のアクティベートっていうのは、その自分のソウル、魂としっかりとこうコネクトしている状態がアクティベートしている状態だったと私は思うんですね。で、自分のその、インナーパワーっていうところにステップインしてるとき、そこにしっかりと立ってるときがアクティベートされている。だからそれをするために、やっぱフェミニンエナジーをっていうところでは、そのメディテーションだったり、ジャーナリングだったりだとかっていうのをやると思うんですね。We need both side training. Yes, exactly, right? で、そこからのストラテジーっていうところが大切だと思うんですよ。だから、なんか、本当にビジネスって、やっぱ偏りがちなんですね。ついつい偏っちゃったりもするし、私もなんでそれが言えるかっていうと、私がまさに経験してきたから、それが言えるし、それがわかるんですね。私もだからマスキリン555でやっていて、そこからフェミニンエナジーっていうものを発見して、一気にスイングして、Oh my gosh! そうしたらこのもう、Nothing was moving。なんか何にもその先に進まないんですよね。なんか行動になかなか出ない。なんか receiving, 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 creating, creating, creating だけで、その一歩が出なくて、あれあれあれってなってしまった時があったんですね。Okay? だからその両方っていうのを自分の中で意識して、ハーモニーっていうのを意識して、で、これは私がこうして、このあなたが何パーセントがハーモニーです、そのパーセンテージですよとかっていうのは私は言えないし、しかもこれでヒューマンデザインのチャートに出てるんですね、この矢印の右左っていうところで。Okay? だから本当にそれは一人一人違うので。そう、だから今日ね、皆さんに覚えてほしいことっていうのは、ビジネスをするときに3つのエネルギーがあるよ。皆さんはどのエネルギー使っているのかな。そしてね、マシーンじゃなくて、私はビジネスっていうところはビジネスアーティストとしてクリエイティブなところを意識しているよっていう話、これは昨日のデイセブンのところなんだけども。で、最後に言いたいのは、私たちがアトラクトするもの、引きつけるもの、引き寄せるっていうことは好きじゃないけど、引きつけるもの、マグネットとして引きつけるものっていうのは、We attract in like our natural being、 自然体のその普通にしている状態が、この普通にしている状態っていうか、その自分の普通だから、私はこうしなきゃ、こういうふうにならなきゃ、これが欲しいとか、そういうところに対してっていうのは、全然エネルギーっていうの、そこにはマグネットがなくて、自分のその自然なナチュラルビーンな状態っていうところがもう全てだから、それがもう私、そこがマグネットとしてものをこう引きつけるっていうところだと思うんですね。Yeah. Let me see what does it say. 3D に落としていかないと動かないんですよね。でもイースに動く。Exactly. Yeah. そうそうそう。だからフェミニンエナジーって結構こう 5D のね、5D のこうスピリチュアルな部分とコネクトするっていうのもあるけれども、でも私たちは人間として、ただ単のスピリットじゃなくて、人間としてこの 3D の世界で生きているからこそ、we also have to do, not have to, but we also move, we make a move, we experience. だからこそここで私たちは行動もするし、経験もするし、right? すべてそういうことも言える。だからこれは本当にハーモニーっていうところで、経験があるからこそ学びがある。辛いことを感じるからこそハピネスっていうのもわかる。right? もうすべてなんですよね。で、hard っていうこともか、もう難しいっていうこともあるからこそ、何が ease なのかっていうのもわかるし、it's everything is like two、プラスがあればマイナスがあるね。これも本当に二極端っていうところだけども、これも宇宙の法則の一つなんだけれども、そうだからね、そこを意識して、ぜひね、ビジネスっていうところをやっていってほしいなっていうふうに思います。で、この話を聞いて全然なんか、no、
ビジネスはこうなってこうなってこうしてこうして計算しなきゃいけないっていうふうに思ってる方いたら You are right。 別に私はそれ間違ってるっていうふうに言っていません。だからマスキリンオンリーでやりたい人はそれが本当にそれが皆さんにとって正しいと思う。その代わりなんで私がこの話をするかっていうと、世の中がそういう流れである中でそこに自分 そこにコネクトできない人っていう人もいて、だからこそ私はそのカンバセーションをここでしてるんですね。だから私がそっちのその人たちのやってることが間違ってるっていうふうに全然言わないし、そこに合う人だっているわけだから、そこでそのやり方が心地いい人がいたらそのやり方をやればいいと思う。それでも絶対に成功するから。でもそうじゃなくてその、まあ、逆とは言わないけれどもまた違うやり方もあって、フェミニンエナジーでリードする、フェミニンリーダーシップっていうところを意識して、私は無理でした。いや多分だから私のここに来る人たちっていうのはまさにそうだと思うんですよね。だからそういう人たちにはそういう人たちがそのように皆さんのやりたい、そのアラインした状態でやりたいっていうそのやり方もあって、そこにはあなたのスペースがありますよっていうこともね、リマインドしたいなっていうふうに思います。 Alright, well thank you so much。 今日は Day 7と Day 8をねサンドイッチして皆さんにお届けしました。 Thank you so much for watching and have a wonderful rest of the day.